皆さん、おはようございます。マーティン、ダーマ役クは、キンけです。キングダコ、ピーンガイ。山形、アマチュア選手にとって、私にとって厄介な選手です。まあ、ツアートーナメントで出た、あの、寺沢選手、特に厄介です、私にとって。まあ、まあ、一緒になった時もあるんだけども、苦戦しられる相手でございます。確かに、投球スタイルも少し見ました。はい。あれ、すごかったです。あとは、まあ、斉藤博光さん、あの、両手投げのテクニシャン、本当に、まあ、投球スタイル、両手投げは本当に変化します。私の確か、 ノーヘッドストライク、あのー、お返しありましたね、今、まあ。でも、お互い様なので、いいとしましょう。拍手まあ、苦手とは言いませんがね、はい。この投球イえはいいなと思う両手投げこれありだなと思いました。あとは、黒沼夫婦。黒沼夫婦も本当にすごい選手でございまして。確か、黒沼さんの夫の方と私、この前同じ年でしたけど、あれ、圧巻でした。あの投球も圧巻。どんな時でも圧巻な投球です。その奥さんの方も、まあ、 これも圧巻で200以上出せる、まあ実力者でございます。女性でのパーフェクトも間違いないと言っていいです。はい。これも私にとって苦手な選手ではございますけども、今度こそ勝ちたいという気持ちあります。まあ、同点の時もありましたけどもね、まあ同点になりたか、同点の時あったかどうか覚えてないですけど、実際は。はい。以上です。バイバイ。